2005年代 A からライフへ、オークタウンに和高田は、奈良県大和高田市にある、ユニチカ系のショッピングセンター。開業時から一度も建て替えられておらず、奈良県内の大型商業施設で最も古い建物であったが、老朽化に伴い、2017年3月31日に、センターモール、ヤンプラを閉鎖し、2018年11月23日に3階建て、商業施設、 隣へ大和高田に建て替え、仮オープンした。ユニツカ株式会社が、旧、高田工場跡地に建設、1975年11月22日にオープンしたショッピングセンター。ライフ大和高田店を確認、専門店街を配置する、本格的なモール型店舗。近鉄大阪線大和高田駅の南東、JR 和歌山線高田駅の北に位置する。 オープン当初から大英を各店舗としていたが2005年に大英が撤退し新たにライフがオープンした。建物は6階建て、オープン当初の店舗面積は大英と専門店を合わせ約17,500平方メートル。専門店部分の2階には多くの木が植わった人工大地があり屋上には2つの商島を有し当時としてはユニークなショッピングセンターとして人気を呼んだ。 その後、1984年10月、第2期として、店舗約1500平方メートルと、温水プール、テニスコート、カルチャースクールなどのレジャー施設がオープンした。毎年イベントも開催され、渡辺徹、石川秀美、小木の目陽子などの当時のアイドル、演歌歌手の出演もあった。鉄道自動車、ありがとうございます。